せじゃない、館内濡れた夜、皆さんよろしくお願いします。次の曲は、次の曲はというか今の曲は焼けた肝臓っていうタイトルの曲だったんですけども、次の曲は、まあ男なんて所詮こんなもんだろうと、そんな軽い気持ちでサラサラと何年か前に書いた曲があります。聴いてください。行くしなし、ワン・ツー・スリー・フォー。
ままじゃいられない、誰にも渡せない、改めまして水戸部北斗です。今日は、約半年以上ぶりぐらいか、ちょっと久々のライブになるんですけども、前回ライブやったのが11月終わりぐらいで、この半年ぐらいで本当にまあ皆さんもご存知のようにいろんなことがあって、まあその中でも特にあの大きな出来事というとやっぱ震災なのかなっていう気もして、そんな前後にいろいろ書き溜めてた詩があったんですけども、その、ことをきっかけにまたちょっとこう書き出して、作った曲がありまして、まあ、福島に親友がいまして、彼からもメールが来たりして、それだけでも結構大変なんだなという気がしてましたけども、まあそんな細かい、きっかけなんかをこうつなぎ合わせたような曲がありますので聴いてほしいと思います。もう一度
のこのままで笑おう。ありがとうございます。早いもんでもうライブも後半戦なんですけども、まあ、さっきいろんなことがあったなんていう中の一つに、今年の、1月3日に、子供が生まれまして、今ありがとうございます。泣かないで待ってろ6ヶ月なんですよ。だからね、子育て経験がある方皆さんどうでしょう、6ヶ月大変だと思いませんか。でもね、まあ、楽しくやってます、そんな子供の寝顔を、見ながら書いた曲があります、父親になって、そしてまたこのライブで初披露の曲になるんでね、ちょっと気合入れて歌いたいと思いますけども、聴いてください。やがて
今か今かと思ってた地元の友達が到着したところで、ちょうど最後の曲、時間まだ大丈夫ですかね。はい、最後の曲は、まあ僕は東京都の田無市っていう町出身なんですけども、そこの友達が来てくれてタイミングがいいので、最後田無って曲を演奏して終わりにしたいと思います。聴いてください。愛してるやつなんて他にいないや。